はい、では4月9日の19時51分のチャート見てみますけども、第1予測を考えてたんですけども、ここのゾーンを割らずにもうひげを出しながら横ばいから上に上がっていくところで、まあ、この辺でエントリーしてですね、これ第2予測に切り替えて、まあ、今含み益を取ってる状態なんではないかなと思います。今日も結構ね、取りやすかったんじゃないかなと。もう買いでいきますよ、買いでいきますよって言って、どこで反転するのか、その候補を第1がここ、第2がここということで、第2のこのゾーンを破らないってことはもうこれ第2ですから、あとはですね、もう裁量ですね、この辺でいいかなと思ったら入ればいいですし、もうこれ全然横なん で赤が出てきて、ここのちょっと長めのやつをね出す直前に入って、しばらく放っといて、今陰線を出してるんで、まあ、その前に決済すれば、まあ、ベストかなと思います。もちろんここから頑張ってしばらく持っといてもいいと思いますけども、まあ、そこはですね、欲深くなく欲張らずにここで決済して、確実に利益を今日残しておいて、ポジションを持たない状態で、今日はお休みなさいということがいいのかなと思います。それでは今日の FX も終わりです。